アラゴン山岳部隊司令部は、スペイン陸軍の旅団級司令部の一つで、山岳戦専門部隊を指揮系統下に収めている。司令部は、アラゴン州、ウエスカ県墓のサンベルナルド兵衛に所在している。1966年2月1日に、国軍参謀本軍に一般命令165、142に基づき、高山旅団が編成され、伝統精神を維持すべく、 第51及び第52師団の山岳両兵部隊が指揮下に置かれる。1986年に第4、ウルヘル山岳師団霊下の第42鉱山両兵旅団に改称され、1996年7月1日に、ノルテ計画により旅団は陸軍機動部隊の枠組みの下で、第1、アラゴン両兵旅団に改編される。 1990年代中期からは、北、大西洋条約機構加盟国ごとの司令部機能と、同様に高速大部隊の一角として改編がなされ、毎年の国際的演習に参加する。これまでに5000人以上の将兵が、ボスニア、コソボ、アルバニア及びアフガニスタンでの平和維持活動に従事している。旅団による、 その他の活動や演習は1980年3月から1982年7月に実施されたアラサン作戦。1981年と1995年冬に、ハカで開催されたユニバーシアードや1992年に開催されたバルセロナオリンピックの支援。1996年8月にラスニエーベスの大災害。ヨーロッパユースオリンピックフェスティバル07。 ノルマヘネラル05、07などがある。2008年1月1日に、旅団は、山岳部隊司令部に改編され、山岳部隊に、縁のあるアラゴンが命名される。2008年上半期には、欧州連合の共通安全保障防衛政策の、元での欧州連合戦闘軍に参加するため部隊を、提供する。2008年11月から2009年3月まで、 アフガニスタンでの第21次アフガニスタン派遣スペイン軍に参加し、エラート支援前進基地で待機する即応部隊や、バードギース集団当地方復興チームの一部を構成した。2009年には、第24次アフガニスタン派遣スペイン軍として RA 作戦に参加し再度派遣される。ありがとうございます。